と。あ、うまそう。おー、なんか焼き魚っぽいね。グリルじゃないけど。な、食べよう。うん、じゃあ、いただきます。最近こうやってお魚食べるようになったから。そうね、やっぱ魚食べるんですね。うん、あ、めっちゃ美味しい。美味しいな。なん、美味しい。やばいんじゃね。すげえ。何組ぐらいおった？100組ぐらい。何がネジなの？その詰め放題がお得っていう。そう、なんか多分そんな安い感じじゃないの、普通に買ったら。ああ、知らんで買ったことない。まあ何百円とか普通に。じゃあ今から始まるけど、さらに1時間待ちやな。かもしれない。泣きそう。ついにここまで来たで。え、うん。腰痛いわ。めっちゃ。来た。わお。すげえ。なんかマッチ箱ぐらいの大きさかな。あ、すごい。ありがとうございます。そんなに？ほら。割れながらうまい気がする。綺麗に入っと。すごいな。8。わ、やりやすい。冷そう。おお。顔サイズやで、ほら。ドキドキやな。めっちゃ腰痛い。やっと座れたな。いやー。15、14、16個。あれ、1個しか変わらへんかった。2人でじゃあ何個ゲット？16と15 31個。え、お今もう脳内16+15+15。きなこすご。黒蜜？あ、めっちゃいっぱいかけよう。もうすでにめっちゃ美味しそう。人生初桔梗信玄餅。いや、食べにくいなこれ。あ、そうなん。こぼさず食べたら100万円みたいな企画ありそう。あ、うまいよ。うまい。ちょっとこれを食べるまでに2時間ぐらい苦労を乗り越えてきたっていうのがあるから、もうなんか口乾いてしまう。水分今全部うまい。うめえな、めっちゃ落ちんな。きなこ吸い取るやつ。おう、お水入れて手で。めっちゃ早っ。してるわ。終わった。なにこれ、どうやって。おボス戦。終わった。今一番食べたいものせーので言おう。せーの、ラーメン。
せーの、温かいお茶なんかさっぱりしてて塩気効いてるやつ餅うまいねんけど、インターバル必要やわ。インターバル必要やな、これあと、あの煎茶必須、煎茶必須、はい、はい、まあそういう感じで、うん、ほな、はい、さよなら、さよなら。